2月8日、渋谷センター街のマイラボ渋谷で、思い出の解体工事現場が開催されました。通信サービス、マイネオでおなじみのオクテージが運営するマイラボ渋谷は、実験型未来競争スペース。今回はバレンタインデーシーズンにちなんで、元恋人や昔の夢など、過去への未練を断ち切れない応募者が、それぞれの思い出の品を油圧ショベルの遠隔操縦で破壊、解体し、心の整理をつけるというコンセプトのイベント。会場に設置された研機の操縦席や機材は、今回の企画に協力する建設機械の遠隔操作ソリューションを開発するアラブ株式会社のもので、思い出の品を解体するショベルがある現場は、操作会場の渋谷からおよそ 40km 離れた千葉県柏市にあるアラブのテストフィールド。ショベルを操作する通信回線はマイネオのものが使われています。この日は2名の応募者が登場。一番手は YouTuber で謎解きクリエイターの海野夏樹さんが挑戦。解体するのは8年前に別れた彼氏との思い出の品々、重量感たっぷりです。本番前にはアラブのシロク代表から操作のレクチャーを受けます。今回使用されるマルチベンダー対応遠隔操作装置モデル V は、特定の研機メーカーに縛られず、各社の研機に後付けで取り付け可能。すでに全国で実証実験が行われています。わかりました。初めのジョイスティックを左に倒して、はい、そしたらこうなるんです。思い出の品の設置と振り下ろすショベルのバケットの位置調整が慎重に行われ、準備万端。いよいよ本番開始です。OK です。そのまま前に進みましょう。一撃で思い出の品の解体完了。そうですね、私が物を捨てられないタイプで、ずっと元彼の
まあ、もらったものとかいろんなものを家に溜め込んでいて、知り合いから早く捨てた方がいいよと言われつつ捨てられずにいて早8年なんですが、ここで SNS でこの企画が流れてきてちょうどいいなと思ったのがきっかけです。私結構ゲームとかも得意じゃない方で、正直最初全部お聞きした時、そもそも4つハンドルがあってめちゃ難しい、どうしようっていう混乱があったんですけど、いざ本番ですって言われると不思議なことに1回しかレクチャー受けてないのになんか操作できてですね、でやっぱ潰した瞬間、カメラもグワンってこう揺れたあの瞬間、体がなんか軽くなりました。なんかついてたんでしょう、燃やすとか結構お祓いとかでねよく思いつく単語だけど、なかなか潰そうってならない。はい、そこがいいし、やっぱ最後なんだろう、コッパみじんになった封印の箱とか見て、あ、なんかやったんだな私次もいい感じにちょっと人生歩んでいけたらなと思います。ありがとうございます、頑張ります。続いて登場は男子大学生、就職活動中で建設業界にも興味があり応募とのことです。解体する品は別れた彼女からプレゼントされた思い出の加湿器、解体しがいがありそうですね。はい、じゃあ、前に進めましょう。左側の方にちょっと回ってください。見事解体成功、コッパみじんとなっています。ちょうど1ヶ月ぐらい前に、元付き合ってた人が新しい恋人と手繋いで歩いてるのを見て、すごいショック受けてたんですけど、ちょうどその時にこの企画をX の方で知って応募した感じです。それする前は簡単なのかなって思ってたんですけど、いざやっぱり握ってみるとすごい難しくて、なんか行き過ぎちゃったりしちゃって調節がすごい難しかった感じです。だもうすごい音がすでにガコンガコンなってて、もうすごい力強いなっていう感じですよ。すごい画期的だと思いますね。やっぱり今コロナ禍があって、すごい就職活動してても思うんですけど、リモートワーク可能とかって書いてあったりするんですけど、どうしても現場の人たちっていうのはリモートワークできないじゃないですか。なんで、まあ、こういう遠隔でなんか重機を操作できたりすることによって、その現場の人数減らしたりして感染症予防になったりとか、まあ、働きやすさにもつながるし、そういうことから人手不足も解消につながるんじゃないかなって思いました。